皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはグランドコンシェルジュ浅草橋。初期費用は9万円。2022年10月地区の鉄筋コンクリート造マンション、フリーレント2ヶ月付きで契約できる物件を発見です。このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。はい、募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま、初期費用をお値引きして皆様にご紹介いたします。今回の初期費用9万円には敷金1ヶ月が入っての初期費用となっています。はい、スクリーンショットタイムですね。今回は 1LDK タイプのルームツアー映像をお流しいたします。それでは早速ルームツアースタートしていきましょう。はい、ご覧いただきます 1LDK タイプ、 41.79 平米、リビングダイニングキッチンは 11.3 畳、洋室は 5.1 畳です。はい、立地はですね、東京都台東区柳橋1丁目にございます。こちらのグランドコンシェルジュ浅草橋、最寄り駅は浅草橋駅ですね。駅地下です。徒歩3分。はい、立地良いですね。浅草橋駅より電車で秋葉原駅まで直通2分、新橋駅へ直通11分、東京駅へ約13分、そして新宿駅へ約16分です。また周辺環境も調べています。コンビニはセブンイレブンがあり、スーパーはリコス、肉のハナマサ、マイバスケットなどがございました。はい、この物件を検討している方にですね、他にもお役に立てれば情報を皆様から YouTube のコメント欄で募集しています。動画の中で近隣のコンビニスーパー情報を先ほどお伝えいたしましたが、他にも仕事で近くによく来るよといった方や、近隣に住まわれていてですね、ここのお店おいしいよとか、ここのスーパー安いよといった情報をぜひ YouTube のコメント欄でお教えくださいませ。はい、人気の 1LDK タイプのルームツアー映像をご覧いただいています。はい、後半は水回りでいきましょう。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、通電していないお部屋でしたので、明るさの調整をしています。それでは設備をご紹介していきます。オートロック、宅配ボックス、防犯カメラ、建物内ゴミ置き場、エレベーター、モニター付きインターホン、フローリング、エアコン、システムキッチン、独立洗面化粧台、バストイレ別、温水洗浄便座、お風呂には浴室換気乾燥機が入っていますね。また 1LDK タイプのみ追い焚き機能付きバス、また駐車場、駐輪場ございますね。駐車場は月額3万3000円税込み利用料、駐輪場あり無料となっています。
最新の空き状況等についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、グランドコンシェルジュ浅草橋、もう一度初期費用をご説明いたします。初期費用は9万円、フリーレント2ヶ月付きです。内訳としては2ヶ月分の賃料、教育費、敷金1ヶ月分、初回保証料、保険料2年分、契約事務手数料、グッドプレミアム会費が入っています。非常に素敵なお答えでした。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。